こんにちは、セーラー技術講師の畑野です。よろしくお願いします。今回のテーマは明治初期の宗教についてです。明治6回目になります。で、宗教についてといっても大きく分けて2つあります。1つ目がキリスト教、そして2つ目が神道と仏教の関係について、この2点ありますですけど、まずはじめに時代の背景を簡単に復習しておきます。これはビデオの江戸時代の16回目、それから明治の1回目でもやってますので、ちょっとこれ見ただけで流れが思い出せない方は参考にしてください。はい、いきます。1867年に王政復興の大号令がありました。それによって、結局江戸幕府というのが、ここで滅亡したことになってます。で、その翌年、五箇条の正門と五謀の啓示により明治政府のこう新しい方針、それから民衆の、取り締まりのためのルールが決められました。こういったところになってます。で、まずこの五謀の啓示の内容についてちょっとキリスト教の視点から見ていきます。一番キリスト教の内容です。はい、1868年、さっき言いました五謀の啓示によって、キリスト教自体はもう禁止ということが定められました。で、ここの特徴っていうのは、以前この明治の1回目でありましたけど、江戸幕府でもキリスト教は禁止されて、それを、明治の政府っていうのも引き続きこう禁止にしているようです。ですが、ここの、キリスト教についてよく言われるのは、禁止をしてたんだけど列国っていうか、当時日本と付き合いのあった、例えばアメリカとかイギリスとかって大きな国ですね、それが禁止にしていること、キリスト教を禁止にしているってことに対してすごく抗議をしてくるんですね。で、それに耐えられなくて、実はこの五謀の啓示、五法のあるうちのそのキリスト教に関するところって撤廃をして、その後はキリスト教が実は黙認されるんですよ。これって実はこの前回言いましたけど、すごくこう、センター試験によく出る項目になりますので、最初は禁止のうちに黙認されるんですね。ここは必ず押さえておいてください。で、ここで黙認されたことによってキリスト教のその宣教師っていうのは、この後はもう積極的にいろんな布教活動をしていきます。はい、次です。こちらいきます。神道と仏教について、神道仏教と2つあるんですけど、ここではこの二重線のこの2つの名前というのをまず中心に覚えていきましょう。で、はい、年は大体です。明治の政府ができた頃で、1868年、神仏分離令というのが出ます。これ、名前の通り、神と仏、それに神道と仏教というのを分離しなさいという。で、なんでそういうことを言うかというと、それまでが、こういう神仏集合、これ結構昔に出たキーワードですけど、時代で言うと、その聖武天皇の頃っていうのは、日本にもともとあったその神道ですね、に、仏教が伝わって、かつ聖武天皇とかだと、例えば東大寺の大仏作ったりとか有名ですけど、仏の力、仏教の力を利用して国を治めるってことで、仏教も結構、てかむしろこっちの方っていうのを政治にも利用したりするんですね。で、神仏集合って、だんだんその元々あった神道と後から来た仏教っていうのを、本来その仏と神っていうのは同じものですよっていう風な思想が広まって、これは神社の中に、仏様があったりとか、逆のパターンとかっていうふうに、ここの区別っていうのがあまりされなくなったんですね。ですけど、ここではもうそれじゃなくて分離しますよっていうことを命令が出されます。で、なぜかっていうのはちょっとこの先で話をしていきます。で、2年後、大教宣布の御事盛り、これは、そんなに大して内容は変わりませんので、あまり細かいことは気にせずに、この2つをまとめてどういうことが書いてあるかというと、それに神道を国教、国の宗教は神道ですよ、仏教じゃないですってことを定めます。で、天皇は神ですよ。で、再生一致、これはちょっと難しく見えるかもしれませんが、それに宗教と政治っていうのは一致で、何が一致かっていうと、宗教的な指導者、国の宗教的なトップの人と政治をするトップの人は同じ人が兼ねますよってことです。ここはなんとなくです。宗教は神道になります。で、当然その一緒にごちゃごちゃになってるんじゃなくて、神道が国教なんでっていう、ここを話す。で、あとこれはちょっと後で言いましょうっていうふうに、
神道を国の宗教としてたんで、で仏と神を分けるで、ここまでしか書いてなかったんですけど、江戸時代を思い出してもらうと、寺社奉行っていうのがありました。でその、農民とか庶民っていうのを、寺に配属させる寺受け制度とか、まあ、いろんな制度がありますけど、とにかくこの仏教によって結構その下の階級の人たちっていうのは、支配されてたんですね、民衆で。ここで仏と神、仏教、仏教と神道分かれましたよ。で神道が取り上げられたんだけど、じゃあ仏教どうなるかっていうと、今までこう散々こう支配されてきたんで、そのこう反発を、民衆が反発をして、で仏教むしろ排斥する、分けるだけじゃなくてもう排斥まで行っちゃうみたいな風潮がこう広まったんですね。それをちょっとこれ漢字が難しいです、廃仏毀釈と言いますか。でセンターだけじゃなくて、あの私立の総理を受けたりとか、記述の試験がある人は、いいですか、これです、はい、漢字や注意です。これですね。これ、あの、いいですか、この字です、この字。これ、結構大きめに書けましたけど、これ、調べといてくださいね、これ。これ、廃仏毀釈って言えるんだけど、書けずに、ちょっともう、あの三角とか多分くれないんで、不景になります、ね、ここ、記述ついてください。はい。で、仏教排斥ですね。で、ですよ、仏教が排斥される、何の話だったか分かんないですね。とにかくこれは漢字の注意で、とにかくこれは仏教を分離、仏教神道を分離して、大教選挙のことのみの結果、廃仏毀釈、仏教排斥という流れがありました。これは大きな流れですので、でその細かい内容はこれですよ。だからこの神道仏教したら分離をする、国教になる、仏教を排斥されるんですね。で、あとはここからはちょっとまあ余談というほどではないですけど、プラスアルファでいきましょう。祝祭日が制定されました。で、余談といったものの、実はこの祝祭日の内容、これとこれがこれです。センターなんかめっちゃ好きなんですね。あの受験生の皆さんは模試を受けたりとか、ここを戻ったりすると、これ何回か出てきます。また出たよってなります。あれは必ず覚えましょう。これ、紀元節と天長節という2日あります。で、日付は2月11日が紀元節、11月3日が天長節。今でもなんかこう、なんかの日ですね。これを調べておくといいです。で、紀元節の方は神武天皇が即位した日、そして天長節は明治天皇の誕生日をそれぞれ祝日にしたものです。これの区別、例えば、前あったものだと、紀元節は明治天皇の誕生日で2月11日であるとか、というふうに、ここのこの名前と日付とこの内容ですね、これをそれぞれ一致させておかないと、紛らわしい文章に紛ら、何て言うかな、惑わされてしまうので、必ず覚えておいてください。はい、で、あとは、ざっといきましょう。太陽暦の採用、1874年、それまでは月に基づく太陰暦でしたと。なので今日曜日って普通に休みだと思うんですけど、そういうところとかっていうのはこの時代でようやく決まったんですね、日本として。それからあとこういったようにこうだんだん西洋の文化を取り入れていくんですけど、この頃のことをまあ文明開化ってよく言いますね。でセンター試験的な立場からいくとですね、今日は仏の調子があまりないようですけど、ダスト、ザンギリ、頭、牛鍋、これあたりが文明開化の中でもよくセンターに出る言葉で、特にガスト、ガストって別に大したことなそうに見えるんですよ、自分もそう思ってたんですけど、実は後に伝統が使われ始めるんですよ。で、これ日本史の用語かよって思うんですけど、ガストって言われたら文明開化の頃、伝統って言われたらいつの頃か、これまたもう学校で習ってる人も調べて言えるようにしておいてくださいね。このあたりよく出ます。それからザンギリ頭っていうのはそのちょんまげだったのをもうザブッと切って、まあ、洋風な髪型にね散髪したもの、牛鍋、これは今でいうすき焼きみたいなやつですね。このあたりの3つっていうのが文明開化を表すキーワードです。なので例えばですよ、明治時代の文章なんだけど、どうしようかな、大正時代のことを言ってるはずなのに、例えばガストとかって書いてあったら時代がおかしいよねとかっていう、これを見たら文明開化
ていう時代把握ができるようにしていきましょう。はい、今日はちょっと細かいことも言いましたけど、まずキリスト教が禁止から無垢になったことで、こちらの方ではこれとこれの名前と、そしてこれ漢字書けるように、この大きな流れを押さえておいてください。というわけで今回は以上です。